はい、こんにちは、食いしん坊仮面です。はい、6月19日、OSW、新木場大会、参戦します。東西、対抗戦になります、また。はい、今回は東西対抗戦は勝ち抜き戦ということでですね、はい、僕は西の、はい、西側の軍団でございます。はい、勝ち抜き戦ということで、まあ、先鋒か大将かわからないんですけど、まあ、ひょっとしたら試合せずにね、なんかもうストレートで終わってしまうこともね、考えられる。これはね、せっかく僕宛てでこうチケットとかね、ご注文されたお客様がいる中、あれ、食いしん坊仮面、試合今日出えへんかったやんみたいな状態になるかもわからない。はい、そんな場合は、やっぱりね、それを喜ぶんではなくて、僕はもうそうなった場合はね、そうならない場合、可能性も、それはもちろんあるんですけど、もしそうなった場合、もう僕は、そうだね、もうあれですよ、あれやりましょう、もう。もう出番もなくね、こう、対抗戦終わっちゃった時は、もうあれですね、もう、喜ぶんではなく、僕はもう、もうお客様第一ということでね、あれですよ、もう、そうなったら、もう、試合しますよ。はい。もう、対抗戦決着ついてるけど、僕、試合します。終わって、全試合終了後、表の、ね、外の、ところ、駐車場スペースで、マット敷いて、マットプロレスでやります。はい。そうなった場合は、はい。なんで、まあ、マットプロレスするかもわからないし、ちゃんと僕も出て、面白い試合する、かもわかりません。はい。まあ、そんな感じの、ハプニング込みの、6月19日、OSW 新木場大会、ぜひご来場ください。はい。また、まだまだチケットございますので、あとはツイキャスの、配信チケットのも、販売しておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは、ご来場お待ちしております。ありがとうございます。